コーラ飲もう。はい、静寂くさーささー受けーは。コーラ飲み続けてると歯や骨が溶けてボロボロになっていくんだよ。黙れぐはーは。え、ペンギンが二人。ペンギン、誰だそいつは。私はコカ・コーラの開発者、ペンバートン博士じゃ。愛じゃ描けない GM はハイビー PU ならトミーオーバーヒー、yeah、麻薬入り。コーラの中毒性が高すぎる衝撃の理由。コーラを飲むと歯や骨が溶けるというのはデマじゃ。やっぱそうだよな。いやいやいや、コーラには酸味料が含まれてるじゃん。歯や骨にはマグネシウムがあるし、酸に溶ける性質があるでしょ。なるほど、その知識は間違ってない。ほら、だがそれは長い間浸した時だ。お前は自分の歯をずっとコーラに漬け込んだまま、自分の体かっぴらいて骨にコーラをぶっかけるのか。キモすぎる飲み方。確かにしないかも。というわけで、コーラは安心して飲める。今後も良いコーラライフを。本人が論破しに来るとか反則でしょ。反則でもあるしな。にしてもペンギンそっくりだったね。なんであんな似てるんだろう。あ、ペンバートンだからじゃない。しょうもねえ。血液が使われている。ふぅ、熱いな。コーラでも飲む。コーラの闇を知らない情弱発見。物壊しちゃダメなのを知らない情弱発見。闇といえば黒、そしてコーラの色も黒。つまりここにはとんでもない闇がある。ガバガバ理論すぎない。それがそうでもないんだよ。コーラのあの色、実は豚の血液で作られているんだ。え、あの特徴的なドス黒い色を生み出すために使われててね、ムスリム教徒が不買運動をした過去もあるくらいなんだよ。このカスバンドが。俺の部屋の風通しが終わった。コーラに豚の血液が使われてるなど全くのデマじゃ。だよな、わざわざ血液使う意味もわからんし。当時は都市伝説として悪質なデマを流すのが流行っておったからな。不買運動もそのデマを信じてしまった人が現れただけじゃ。じゃあ、あの黒い色はどうやってできてるのさ。あれはカラメルの色素じゃ。糖類に水を加えて熱するとあの色になるんじゃ。確かに匂いもプリンのカラメルと似てるな。本当に黒いのはコーラではなく、デマや悪評を流す存在ということじゃ。いいこと言うの、博士。そういうやつはコーラシメルに限るのじゃ。コーラだけに。あ、ちょっと怪しくなってきちゃった。大量のカフェインが含まれている。あれ、今日はコーラですか。カフェインの取りすぎは良くないと思ってな。自分も久しぶりに飲みたくなってきました。一本やろうか。いいんですか。いただきます。コーラ警察です。コーラは破壊します。は、これで悪を滅びた。目の前にまだ健在なんだが。何するんですか。シャチ君がコーラ飲もうとするからだよ。え、いい、コーラが黒いもう一つの理由はね、実はカフェインが含まれているからなんだよ。え、でもコーラって結構黒いですよね。ってことは、そう、つまり大量に含まれているんだ。そんなだからコーラを飲み続けるとあっという間にカフェイン中毒で死んでしまう。だからコーラが黒いのはカラメル色素だって言ってんだろうが。誰ですか。知り合いの時間旅行者。そんな知り合いいることあります。確かにコーラにはカフェインが含まれている。しかしコーヒーの6分の1程度しかない。そもそもカフェインが大量だと黒いってのも意味わからないしな。おそらくコーヒーからついたイメージじゃな。まあでも一番意味わからないのはオフィス爆破するこいつだけどな。そいつはわしもマジでわからん。コカの葉が使われている。だあ、やっぱコーラうまいな。うわ、ジャンキーがいる、やべえ。はあ、コーラは薬として開発された上にコカの葉が使われている、やべえ飲み物なんだ。そんなこと言ってるとまた博士が来ないな。ら、これは事実なんだよ。やっぱコーラは最悪な飲み物。コーラは飲料として開発されたし、コカの葉は入ってないぞ。大丈夫？ちょっとトラブルに巻き込まれてな。先に病院に行った方が。それよりもまずいことがあるんじゃ。まずいこと？この怪我ではコーラを完成させることができないのじゃ。何？世界に影響が出ている。コーラを完成させないとタイムパラドックスのなんやかんやのあれで世界が滅ぶのじゃ。どれだよ。はっ、そうだ君、わしの代わりに19世紀に戻ってコーラを完成させてくれ。はっ、わしによく似た君ならタイムパラドックスを起こさず完成させられる。いや、急に言われても。頼んだぞ。え、ちょ、ま、うわー
何寝てるんですか博士。え、そうだ、俺は過去に19世紀に送られて、有無を言わさず送りやがって。今日こそ飲料開発成功させますよ。きっといろんな人が痛みとモルヒネ依存に耐えてますから。モルヒネ依存、いってって、いや本当戦争の傷跡は簡単に言えませんね。お、19世紀頃といえば南北戦争が終わった少し後の時代。薬物依存を抑えられる飲み物頑張って作りましょう。そうか、ペンバートン博士はこういう人たちのために飲料を作ってたのか。完成しました、薬用酒のフレンチコカワインです。よくわからなかったから助手に言われるまま開発してしまったが、コーラって名前じゃないのか。え、コーラ？いや、なんでもない。このワインには薬物依存に効くものが入ってますから、薬用酒として売り出せますね。何が入ってるんだ？自分でレシピ考えたのに忘れたんですか？コカインですよ。は？コカインには薬物依存を抑える効果がありますからね。ばっ、コカインは麻薬だぞ。薬？何ですかそれ。あ、そうか、この時代はまだ薬物に対する理解が低い。単純に禁断症状を抑える効果があると思われてるのか。とにかくこの薬用酒はダメだ。え、でももう売り出しちゃいましたよ。そんな、これはまずいことになるんじゃ。はあ、まさかすぐに禁酒法が施行されるなんて。はあ、危なかった。痛みをごまかすためにもお酒が望まれてたのに、なんで、今も戦争の傷跡が残ってるのに政府は何を考えて。だったらこうしないか。え？お酒も使わず薬も使わず楽しめる飲み物、それを作るんだ。そんなの作れるんですか？作れるさ、もうすでに作った男がいて、200年後の未来も愛されてるからな。ああ、これいいかもな。あれから俺は飲み物を開発するためにシロップの研究を始めた。ちょっと助手、これ味見してみてくれ。あ、じゃあ水で割って。あ、どうした？すいません、間違えて炭酸で割ってしまって。お、待て、それだ、ついにたどり着いた。え、できた、コーラの完成だ。ただいま。おかえり。あれ、ペンバートン博士は？さっき急に消えちゃって。時代の流れが修正されて帰ったのか。てか何持ってんの？驚け、これは俺が開発したコーラ、つまり世界で一番最初に生まれたコーラだ。え、めちゃくちゃレアじゃないですか。お土産としてちょっともらってきた、早速みんなで飲もう。へえ、ちょっと味が違うかもですね。今の方が美味しいかもね。まあ200年の間でちょっとずつ進化してるだろうしな。でも俺はこいつが一番好きだ。なんで？ま、いろいろドラマがあってな。コーラは激動にあった時代の流れやいくつもの偶然が重なり、ペンバートンという男の手で生まれたものだ。今とは違う、少し洗練されてない味を感じると、あの時のことを思い出すな。そのドラマ聞かせてよ。そうですね、知った方が美味しく飲めそうです。長くなるぞ。大丈夫だよ、これいっぱい買ったし。結局お前もハマってんじゃねえか。ま、でもいいか、うまいもんなコーラ。期間限定イベントが開催中。蕎麦屋になって社畜たちの生きがいになってくれ。 YouTube で大人気、あの抵抗ペンギンがゲーム化。社畜に乗っ取られた会社をお金を稼ぎながら攻略しよう。今ならダウンロードでボーイシーもらえる。抵ペンウォーズで検索。インストールよろしくな。ペチペチ。お知らせ。なんで誰も出社してないんだ。ウイペンギン遅刻だぞ。今向かってる。社会人として恥ずかしくないのか。昨日何してたんだ。残業です。つべこべ言うな、今月の給料カットするからな。殺す。お前のおねしょネットにさらすけどいいよな。俺が悪かった、許してくれ。テーペンのラインスタンプ第3弾が発売中。みんなたくさん使ってね。抵抗ペンギン。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのに辞められない。